見守ってくれそう。そうだな。 後ろめたいことでもしたのか？ どこに行った？近くにいるはずだ。このビルだな。入り口を探すか。
気をつけろ。何かいるぞ。姿を消しているのか？ あそこから入れそうだな。 どこかにリンコがいるはずだ。 とりあえず下に行くか。 ローカルの新聞社ってとこだな。
これ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそう、リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。だから巻き込まれちまったんだよ。エレベーターは使えないか。壊れてるのか？開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まってるな。コードの先に操作盤があるはずだ。あそこに操作盤があるな。こいつ、こんなところに。いつの間に。
シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。これは俺が調べた事件について書かれた。何かの参考にはなるかもな。元の場所に戻ってきちゃったな。上に戻っても仕方ない。下に行く方法を探せ。
ただ何かあるってことだ。むしろ喜べ。無茶言うな。エーテルに適合したからだっていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。どうなっているんですか？あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せ。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろう。待ち構えていたから当然だろう。考えろ。死んでも変わらねえな。喧嘩してる場合じゃない。平家、今はリンコさんを守らなきゃ。気をつけろ。まだ大丈夫。敵を。
するな。リンコがやられている。助けてやる。はい、わかりました。攻撃されているぞ。敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ。あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わない。
これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。